猫ウイルス整備期間炎猫ウイルス整備期間炎とは、ヘルペスウイルス下に属する、猫ヘルペスウイルス1型を原因とする、猫の上部呼吸器感染症。猫インフルエンザ、猫コリーザとも呼ばれる。猫預かり所や検査においては、猫のウイルス性呼吸器感染症は深刻な疾病となりうる。猫ウイルス整備期間炎は、猫の呼吸器病の半数を占め、 呼吸器病の中で最も重要な疾病である。猫ウイルス性微機関炎以外で重要な、呼吸器病としては猫カリシウイルス感染症がある。猫ウイルス性微機関炎は接触伝播し、子猫の肺炎による死を含む重篤な疾病となりうる。垂直感染も引き起こすが重要性は低い。猫に発熱、元気消失、食欲不振、くしゃみ、微老、目やにの排泄、流然、 呼吸困難、血膜不臭、角膜炎、角膜潰瘍などを引き起こす。血膜や鼻や、口、咽頭の粘膜上皮細胞に、角内封入体を形成する。回復後には猫ヘルペスウイルス1型は、潜伏感染し、免疫力の低下などにより再活性化する。ワクチンが市販されている。猫か動物のすべてに、猫ヘルペスウイルス1型の感受性があり、 実際に、ドイツにおいて、ライオンの致死的な農園の原因となった例がある。カーター、G.R. フロレス、e ーカイワイズ D.J., d j ハーピースビリデ r エ v i e w of v e t ー r i n a r y b i o l o g 2006年6月8日、閲覧。エティンバー、スティーブン・ジェイ、フェルドマン、エドワード・シー、テキストブック・オブ・ベターネリー・インターナル・メディシン、W.B. サンダース・カンパニー。 ISBN 0-721667953ありがとうございます。